はい、皆様こんばんは、カズチューブです。以前にも似たような構図がありました。僕は豊中緑ヶ丘のロマンチックロード店の、ここはスタバです。そうですね、ロマンチックロード、まあ、どこがロマンチックやねんと、言いたいんですが、まあ、昔僕はここ周りに何にもない頃によく自転車で走ったものでございます。さっきまでね、明るかったんだけども、今6時過ぎ、だいぶ暗くなってきました。なんか日が落ちるのが早くなってきましたね。さっきはちょっとね、茜色のこう西日が差していたんですが、秋の日は鶴瓶落とし、あっという間に沈んでいきました。というわけで、車の中にいますが、そう、スタバでさ、お前ちゃん何を飲んでるかっていうと、これね、スチームミルクよ。ホットミルクよ。しかも低脂肪乳。スタバでミルクよ。ね。今季節商品は焼き芋フラペチーノっていうのがありましたけどもね、お前ちゃんには無縁ですね。中で若い人たちが甘いものを、食べておりましたが、健康には注意してくださいねと心に念じておりました。さて、ちょっとじゃあ回転させて、車の中のお前ちゃんです。ちょっとね、ダッシュボードの上にこれ乗っけまして、はい、今喋っております。ホットミルクがね、ホッとするのよ。あ、おいしい。で、この後教室に向かっていくわけなんでね、その前に、一休みということ。ちょっと今日は、朝勉強して、で、会社、一応会社役員なんで、事務仕事もして、で、車のメンテっていうかオイルをちょっと足してもらって、よく食うのよ、このオイル。ね、アウディさんはね、大変なの。で、これから行こうというね、感じなんだけども。さて、今日は野球の試合のない心穏やかな月曜日でございます。昨日の引き分け、ほんと悔しかったんだけども、まあ、時間が経てばなんかね、ちょっと心落ち着いてくるんだけども、逆に明日に向けての緊張感高まってきません？もうね、3連戦、明日から火、水、木、千葉での3連戦、この、まあ、首位攻防というか、まあ、なんとか食らいついていくための、もうこの3連戦でね、マリーンズとのゲーム差、まあ、3ゲームビハインドのバファローズは第2位ということなんで、まあもうとにかく初戦ですよ。で、明日、山崎福也投手が先発のマウンドということ、相手石川、もうここはもう勝つしかないからね。だからまあどんな試合になるのか、まあ楽しみではあるんだけども、まあとにかくちょっと緊張しますよね。で、僕はというと、明日千葉とは反対の方向、西に向かって福岡に向かって、僕は明日ペイペイドームでこのホークス対ライオンズの実況を担当いたします。で、ホークスも気がつけば3位イーグルス、楽天まで 1.5 ゲーム差。最近ホークスは6試合で5勝ですよ。で、森もモイネロも帰ってきた。今、爆発的には打線は打ってないんだけども、なんかこう勝ちパターンがね、復活してきたね。今年のホークス苦しい時は、今まで強みだったはずの、まあ、終盤にね、逆転をされてしまうなんていうのが多かったんだけども、そこでこのモイネロ森の復活、これは大きいね。で、この、3位の楽天までのゲーム差がソフトバンクは 1.5 ゲーム差、直接対決が6試合残ってるんで、これホークス来たらまたこれパーリーグややこしくなってきますよ。あそこは強いですからね。そんな、ホークスの試合を3試合も喋っています。まあ千葉の試合も気になるんだけどもね。で、金曜日、オリックスさんは大阪に戻ってきてということになるんだけども、そこは今度ホークスを迎えるんだ。週末は、ソフトバンク戦、オリックスはね、ここも大切。まあその前に、そんな先を見るよりもまずは明日からの3連戦、その3連戦の中でも明日のゲームね、山崎福也、石川の投げ合い。石川も前回神戸で登板をしてよかったよね、オリックス戦。だからね、簡単には打てない。で、やっぱり最近なかなかこう打線が低調なんだよね。まあ相手この、その前の、楽天戦見ましても、則本、岸、田中将大、簡単に打てるピッチャーは誰一人いませんでした。まあ、まあそういったこともあって苦戦したんだけども、まあとにかく打線の奮起、にもうとにかく期待しよう。ロッテ戦に強いラオウに、もう一発を打ってもらって、本当勢いをつけてほしいですね。で、まあ、明日、サッチが投げて、明後日、総一郎、そして木曜日が、田島くんですからね、なんとか、
最低勝ち越し、できれば3つスイープで帰ってきてほしい。まあそういう願いはね、オリックスファンなら誰でもそうだし、逆にロッテファンならもう一つ勝てばみたいな感じでいると思うんで、逆に、まあ明日、オリックス負けてしまうとロッテにマジックが点灯するというような状況になってるんでね、まあ、とにかく、もう土俵際まで、追い込まれていることはもうこれ間違いないんで、そこでどんな戦いができるのか、まあ、今年のまあ総仕上げですよね、まあ残りもう21試合、とかそんなんでしょ。でその中でどんな戦いができるのかということをね、僕らファンはしっかりと見ていきたいと思う。応援しながらしっかりと見届けていきたいと思いますね。皆さんも緊張してると思うんだけど、もうこうなったらもう戦力うんぬんじゃなくてね、まあ、とにかくもう一戦一勝、目の前のその勝ちをとにかく取りに行く、一つ一つのプレーに対して集中をするっていうことが、大切なんで、日曜日の西浦君のエンジンでね、僕のためにも勝ってくださいという、その言葉にみんなは応えてほしいなと思いますね。今夜も最後までご視聴ありがとうございました。まあ今日は大したこと喋ってませんが、まあ今日僕帰ったら明日の準備とかしないといけないのね。だからこれをもって、通常バージョンと変えさせていただきます。というわけで、まあアップするのは夜なんでね、同じ感じになると思いますけどもね。そんな感じでアップしますんでよろしくお願いします。まあドライビングバージョンも今日はあるのかな、というわけで。まあ、とにかく、皆さんも一生懸命応援してください。これから残り20試合ちょっとっていうところをね、しっかりとこうね、見守っていければなと思いますね。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。というわけで僕は引き続き、このスチームミルクを飲みたいと思います。ありがとうございました。じゃあね。またね。